はいどうもこんにちは、スロプロ YouTuber のキツネです。今回は前回の動画で言ってた期待値表の期待値通りにならないっていう話の期待値表の要因を話をしようかなと思います。基本的な部分は自分の動画今まで見てくれてる人は軽く想像はつくかなと思いますけど、まぁ、ちょっと少し踏み込んだ話もして有料ノートとかの期待値表の裏側の話とかもしていこうかなって思ってます。まあ自分は計算できるわけでもなければ期待値表を作ってるわけでもないので想像の範囲ですけど、まあ多分こういう話は解析者の人から話されることはないんじゃないかなって思ってます。まあもしかしたらこの動画きっかけで、まあ何か間違いがあれば反応してくれるとかあるかもしれないですけどね。で、自分は有料ノート買っていないので時間が経って公開された有料ノートの記事などを参考にして話をしているので、時間が経っても公開してない人みたいな有料ノートは考慮できてないんで、もしかしたらその人の中にもっと入り組んだ期待値表を出してるかもしれないですけど、まあその辺は分かってる人だけの紹介になるかもです。では本題に入ります。まずは過去に窓巻き前後編の500回シミュレートの動画を上げたんですけど、まああれ見てくれた人はわかるけど綺麗に右肩上がりになってますよね。で、あくまでこれは本当に期待値があればこうなるっていうだけの話で実際の台は違いますよっていうことになるんですよ。ただいやいや、期待値業界トップのダコーさんがここまで詳しいシミュレート出してくれてんのに間違ってるって言うのっていう意見あると思いますけど、まず大前提で間違ってるわけではないんですよ。まあ、ここで言う間違いっていうのは計算ミスやデータの集計のミスですね。まあもちろん計算ミスとかあるかもですけど、なのでちゃんと根拠のある期待値表なんですけど、絶対にこれが正しい期待値なのかって言われたらそういうわけじゃないんですよ。まあでも窓巻き前後編ってそんな考慮するとこ他にあるって言われたら、まあ、確かに少ないんで窓巻き前後編の台以外の台のことも考えてちょっと聞いてほしいかもですね。まず基本的に期待値表以外で考慮しないといけない点っていうのが台の演出とかポイントとかそういうことになってきますね。これはもう本当自分の動画見てくれてる人ならもう耳にタコができてますよねっていうぐらい、もうこれは常識で初級の話です。この期待値表って店の実践のデータを参考にデータを作ってるんですけど、データサイトを見てのデータになるんですよ。だから250ゲーム以上ハマってる台がこの後どうなってるのかみたいな感じのを集めてるんですけど、実際に店で空き台になってる台を対象にしてるわけじゃなくて、現実的にはほぼ開かないであろう台のデータも入ってるっていうことです。まあほぼ開かないとか言うても今の解析者っていうのはほんまに考えれるとこはギリギリまで考えてくれてて、最近の期待値表で言えば全長中の台とかは避けて座って30ゲーム以内の当たりはカウントしないようにするとかも考慮してくれてるんで、まあだいぶ座っていきなり当たるみたいなことの台は排除してくれてるんですけど、一応まあ窓まぎで言えば言うてあんま出ないんですけど、アイキャッチで128以内とか手枯れマックスの演出とか出た時、まあ売ってる人ってやめないですよね。そういうめっちゃ熱い示唆が出てる台っていうのも250ゲームになったら奪い取れるっていう感じで、そういう熱い演出が出た台のデータも含まれてるんですよ。なので実際に店にはそんな台ってなかなか落ちてないので、まあもちろん知識が全然ない人がたまにやめていったりするかもしれないんですけど、まあ基本的に落ちてないですよね。なのでちょっと期待値表より実際に売ったら軽くなるっていうことですね。で、他の台で言えば、まあ、ポイントとかアイテムとかモード下とかもありますよね。そういう売ってる人にしかわからない画面上とかに出る話で言えばデータサイトからわからないんで、そういうのは期待値表はどうしても非考慮っていう形になっちゃうんですよね。なので実際に売った台っていうのはそういうのをちょっと考慮しないと期待値とはずれてしまうっていう感じですかね。で、次の要因はやめ時の条件が実際とは違うっていうことです。まあでもこれは6号機になって大概有利ランプ即やめとかできるんでだいぶ差はなくなりましたけど、まあ窓まぎ前後で言えば特に即やめとかでいいんで、まあ窓まぎで言えば関係ないですかね。でも言えば有利区間引き継ぐことがある台とか、ボーナス終了後にこの画面出たら打たないといけないみたいなんがある台のことですね。だから置き時とかみたいに AT 行くまで絶対有利区間が続くとか、引き継ぎの条件がしっかり分かってる台とかならそれに合わせて期待値出せると思うんですけど、引き継ぐ法則が、まあ、不規則とか分かってない台の場合、有利引き継いだとしてもやめるみたいなシミュレートしか取れないっていう感じになるんで、実際に売ってて、それを見抜けれるなら、そこをフォローしたら期待値を上乗せできるんで、まあ、その話で言えば上振れのことなんで、まあ、言っちゃいいんですけど、まあ、実際の期待値よりかはずれるっていう話で言えばずれるっていうことです。
まあ、ただもちろん、まあ、アイキャッチの出現とか解析値が出たら何パーセントで出るみたいなのが分かれば、まあ、それで計算して出せたりする人もいますけど、基本的には考慮できないっていう感じですかね。もっと言えば、やめ時だけじゃなくて、引き継ぎの恩恵がある台で引き継いでるかがデータサイトで判断がつかない場合、引き継いだ後のデータも含んでしまうので、実際に引き継いでない確定の台から打てば、結構期待値とズレが生じたりします。まあそれも今の解析者の人ってなるべく頑張って考慮してくれてたりもするんですけどね。例えばめっちゃ出さんとかで言えば、まあ機種によって違うんですけど、まあ多分有料にしてるか無料にしてるかとかで変わってくると思うんですけど、例えばブラクラゼロの場合、こんな感じで有利引き継ぎ考慮してないって書いてるんで、これは今さっき自分が言ったパターンで、引き継いでてもやめることになるし、打ち出しも引き継いでる台の可能性があるっていう表なんですけど、例えばこのドリフターズとかは朝一だけのデータを使用って書いてますよね。つまり打ち出しの時点で有利区間引き継いでる状態の可能性は低い台ですよでやってくれてるってことです。まあそんな感じで工夫してくれてる台とかもあるんですけど、やめ時っていうのは有利引き継いで打ててデータ状況からそれが見抜けない台っていうのは、どうしてもやめ時の考慮はできないっていう感じになっちゃうんですよね。なのでそこをしっかりフォローしたら期待値の上乗せができるっていう感じです。まあさっきのブラクラみたいに打ち出しが引き継いでる可能性がある台で、実際に打つ時それを見抜けてその可能性がない場合は少し低めに考えた方がいいことがあるっていう感じですね。で正直ここまでの話は本当キツネ動画のおさらい的な話やし、知ってる知ってるっていう人多かったと思います。まあ、でここからの話が知らない人も多いかなっていうとこなんですけど、正直これは自分もはっきり分かってなくて想像で喋ってることが多くて、まあ、ここから上級編みたいな感じなんですけど、期待値表通りにならない理由で考えないといけないことは、まず解析者の各自の調整の話です。まあ、これは何かって言えば、解析者によって期待値表の計算の仕方が違うっていうことですね。例えば今回の例はダクオさんのを使わせてもらってるんですけど、まあ、ここから想像なんで、なんとなくのイメージで聞いてください。ダクオさんは実践値データ多めに考慮した期待値表やと思うんですよね。今自分が信用できるって思ってる人で有料ノート出してる人はほとんど実践値データ多めに考慮した期待値表なんですよね。でもう一つが計算値での期待値表で、これどっちが正しいかとかどっちが信用できるかっていう話なんですけど、まず期待値表としては大前提としてどっちも正しいし、逆に言えば本当の期待値かと言われば限りなく近いとかはあっても全部間違ってるってことになるんですよ。まあ間違いっていうのは違うか、まあ本当の期待値ではないってことですね。まあこれはたとえ有料ノートの期待値をやったとしてもです。でまあその話は置いといて、とにかく解析者の計算の仕方とかデータの集め方によって期待値が違うので実際の期待値とずれるっていうことなんですけど、じゃあそれをどう考慮して打ち手の人は考えたらいいのかっていう話をするんですけど、まあちょっと長くなりそうなので今回はここまでにして、次回どんな期待値表が実践データの期待値表なのかとか、計算値の期待値表と実践データの期待値表のメリットデメリットの話とか、実践値データの期待値表に解析者の人がどう手を加えてるのか、どう調整してるのかっていう話をして、結局それをどう狙い目に生かすのかっていう話をしたいと思います。ただこれは初めに言った通り、自分は解析者ではないので多分こんな感じやろうなって思ってる想像やと思って聞いてください。まあそれでも次の話は結構大事な話なんで、ぜひ次の動画も見てください。今回の話をまとめるとこちら。まあ初めの方の話はもう今まで言ってきたことやし、まあ知ってる人も多いと思いますけど、まあまだまだ全然他にも考えないといけないことってあって、今ってほんと有料ノート買ってもそこからちゃんと考察するっていう作業をしないといけないと思うんですよね。期待値表だけ見て書いてる記事を飛ばしたりするっていう人いると思いますけど、記事の部分でここは考慮してないのでとか、こう考えた時の期待値表ですみたいなことを書いてるんで、せっかく買ったならそういう部分もしっかり読んだ方がいいかなと思います。でまだこれ外部的要因の話を抜いての話なんですけど、今って情報社会なんで台のデータとかってすぐやっぱり出ちゃうんですよ。台の打ち方とかここが狙い目みたいなんとかは、
なのであとはそういう自分で考慮できる細かい部分で差をつけるしかないんですよね。たまに自分も情報を出したら自分の組締めるだけやのにみたいなこと言われますけど、自分はボーダーの立て方の違いとか前保留にボーダーを変えたり立ち回りを考慮したりしてるので、そういう部分で差をつけて立ち回ってるので、まああんまり関係ないっていう感じなんですよね。なので皆さんもそういう細かいことになってくるんですけど、でもそういう細かいことが結構いっぱいあるんで、そういうのを集めてボーダーを下げたりボーダーを上げたりして自分だけの立ち回りを考察して稼いでいきましょうっていう感じですかね。ツイッターで動画の更新情報や動画で言い忘れがあった時の補足情報とか雑談とかもつぶやいてみんなでワイワイしてるので、よかったらフォローして気軽に絡んでください。この動画が参考になったな、いいなと思った方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではでは、バイバイ。